Welcome to 文化服装カレッジ。イエーイ。2018年文化服装学院文化祭来てねカラフルなコーディネートしたりするのとっても好きなので、毎日おしゃれしながらファッション大好きなみんなと一緒にこう学んでいけるのがすごい楽しいです。いっぱいのお客さんに自分たちの企画半年かけて作り上げてきたショーを見ていただくときすごく本当にこれからファッションショーのメイクの裏側に行ってきたいと思います。生徒たちだけで作ったショーとは思えないぐらいのクオリティで、服もそうですし、お歩きとか見栄えもいろんなんですけど、そこで見に来てくれたお客さんの心をわしづかみにできるようなショーになっているので、ぜひ見てください。今回7シーン目でウィッグを制作してまして、全体分のウィッグをヘアメイクで作りました。オタクっていう全体のテーマがあるんですけど、その中の現場オタクっていう、アイドルの応援とかするオタクっていうのが衣装のテーマです。ショーが始まるということで行ってきます。できてます。去年は自分が1年生で初心者だったっていうのもあって、すごい不安もあったんですけど、今年は先輩になって、後輩に教えなきゃいけない立場なのですごい大変だったんですけど、でもすごいいい賞になったかなとは思います。